はいどうもリーベです。ウィーレ2020マスターリーグ続きやっていこうと思うのですが、今回の動画はですね、重要なお知らせが、ございます。その、トークの動画と、なってしまいます。今日の動画はですね、はい、なので試合は1試合もやりません。はい、そのぐらい重要なことをこれから話そうと思うので、お聞きくださいということで、はじめにですね、結論から言いますと、私リーベ、ウィーレの実況をずっとやってきましたけども、これからですね、FIFA の方に移行しようかなと思っております。はい、というかほぼほぼ決まっているんですが、先日8月のいくつだったかな、チャンピオンズリーグの決勝が、現実ですよね。現実であって、で、その、朝4時からの試合を、後半ぐらいから5時ちょっとに起きて、後半から見てたんですけど、すごい面白かったよね。というか、バイエルンミュンヘンが優勝して、で、もうレベルが超ハイレベル、もう世界最高峰のね、大会ですから、超ハイレベルな戦いで、思ったんですよね。こんなにスピーディーな試合だったかなと、現実のサッカーって。って思ってですね、ずっとウィーレのサッカーを見てると、もっさりするっていうのがね、いろいろ言われているじゃないですか。FIFA は軽い、ウィーレはもっさりしてる、ちょっと重いみたいな、反応が遅いとか、思うんですけど、じゃあウィーレと FIFA 現実に近いサッカーは何なのかと、どっちなのかというのを自分で考えたんですよね。で、FIFA をとりあえずはやってみようということを思いまして、体験版とかもやってたんですけど、もう体験版の時点で FIFA のサッカーは本当に現実のサッカーに近いなと思いましたね。いろんなパスの通り方とかの感じ、スピードとかね、感じまして、FIFA20 をもう即買ってやっているんですよね、今。ここ3日間ぐらいなんですけど、それでね、やってて思ったんですけど、これはもう、ウィーレじゃなくて、自分は FIFA だなと、思ってしまいましたね、はい。ということでですね、FIFA の方に、これから、移行する準備というか、このウィーレ2020のマスターリーグの実況をどう終わらせるかも、を考えているんですけど、プレミアリーグ第一節、この試合を、FC リーベ最終試合にしようかなと思っております。はい。なので次回でラスト この前回前々回ぐらいで言ってたと思うんですけど、月に 3,4 本出せればいいかなと思ってたところのチャンピオンズリーグを見ての FIFA だったので、これはちょっと申し訳ないんですけど、ウィーレ2020を終わらせて FIFA の方に移動しようと思います。はい。で、次回最終回で、シャープ60でね、ちょうど終わりたいので、その次は総集編みたいなのを作って、それで終わろうかなと思います。そして、FIFA の21が10月の9日だったかなに発売するので、それを買うかどうかはわかりませんけども、今20を最近買ったので21年後ぐらいに買うっていう人なかなかいないと思うんですが、私がそうなんですけど、 FIFA20 の方を、やっていこうかなと思います。で、1ヶ月ぐらいは練習編としてやってって、でキャリアモードっていうのがあるみたいなので、 それがこのウィーレでいうマスターリーグみたいなのがあるので、それを実況しようかなと、これから10月になるか9月のに、いつになるかわからないんですけど、練習編が終わり次第みたいな感じで、どういう形でキャリアモードを始めるかっていうのも考えていかないといけないので、
っていう感じですね。はい、ということで、重要なお知らせというのはもう、ウィーレから FIFA にしようと思いましたということで、ウィーレの実況を終了しますというお知らせですね。はい、次回最終回です。はい、でその次総集編みたいなのを作れればいいかなと思っております。まあ総集編作るのがどんぐらいでできるかわからないんですけど、まあそれでいいかなと思います。正直に言うと今はもうウィーレよりも FIFA ずっとやってたいみたいな感じになってしまったので、すごいよねっていう、逆にそのパワーを持つほどの FIFA の面白さがあるっていうところなんですよね。まあまた FIFA の詳しい話っていうのは、まあその FIFA の動画でやろうかなと思いますので、今回はこの辺で終わろうかなと思います。はい、というわけで、長らくね、ウィーレの実況2020、そして2018の実況もやってましたけども、ウィーレを卒業して FIFA に行こうと思いましたというお話でした。はい、それでは、次回最終回です。お疲れ様でした。さよなら。